醤油漬けのご紹介をいたします。ご飯のおかずやお酒のおつまみに喜ばれますよ。では作っていきますね。小松菜はね、洗う前に茎に十文字に切り込みを入れておきます。このようにすることでね、砂が落ちやすくなります。洗いましたらね、3、4センチに切っていきます。切りましたらね、水切りをします。次にね、保存袋で漬け込んでいきます。次にね、だし昆布とニンニク以外の調味料を加えていきます。加え終わりましたらね、よく揉み込んでください。このようにね、水分が出て半分になるくらいまで揉み込んでください。そうしましたらね、にんにくとだし昆布を入れてください。空気を抜き、口を閉じます。最後にね、輪ゴムで祝います。この状態でね、冷蔵庫で5、6時間漬け込んでください。6時間ぐらいするとね、召し上がれますけれど、1日ぐらい置いた方が馴染んで美味しくなります。完成しました。今からね、お茶をしながら試食してみたいと思います。今日のお茶受けは芋切り、これらはね、全部粕漬けしたものです。右からね、きゅうり、本うり、人参、セロリ、白うりの粕漬けです。これはね、干し柿が固くなっちゃったもんですから、赤ワインに漬けたものです。いただきます。ニンニクの香りとね、和がらしの辛みで食欲をそそりますよ。これがあるとご飯が美味しく食べられますよ。漬物にすることによってね、生で酵素を体に取り込みますので、ぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。